はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の確率分布と確率変数丸1をお送りします。で、ここからね、新しい章のスタートですね。前回までは数列やってましたけど、ここから確率をやっていきます。まあ、数 B ラストですね。で、それのスタート動画なんですが、ポイントはなしです。問題をね、4問解いていく形になりますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず上の方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ確率はね、やっていきましょう。で、と次回の動画ぐらいから、まあ、高校の勉強だよねみたいな感じのは出てくるんですけど、まずここに関しては確率分布、これを覚えてほしいのと、で、まあ、問題やっていくんですけど、内容としてはここはまあ中学校でできます。ひとまず中学校の知識だけで。で、中2の時に多分みんな確率をやってるんだけど、やべえ、ちょっと苦手だったなと思う方は、自分の中2のやつで確率も取ってるので、ちょっと目を通してからの方がしっくりくるかもしれないです。ちょっとそこは任せますけど。で、ひとまず、まず上、2個のサイコロの問題よく出てくるね。確率といったらサイコロみたいな感じもありますけど。で、2個のサイコロ同時に投げて、出る目の差です。引き算ね。引いたものを X とします、今。X。で、その X、出る目の差の確率分布を求めようと。で、今回、確率分布、左側ね。で、右側確率求めるんですけど、確率分布さえ書ければ右側絶対解けます。なんていうこともない。だからこっちが問題なの。確率分布がね。で、確率分布は表です。基本的に。で、どういう表かっていうと、今、X についてなんで、X。で、下の、ここで、下に確率を書くんですけど、確率 P って置きます。P。で、まず上にね、項目を並べるんですけど、今回、X は出る目の差でしょ?で、2つサイコロを投げた時に、出る目の差って何パターンありますかっていうのをまずね、確認してほしい。で、どうなるかっていうと、まず、一番ちっちゃいとこからいくと、差が0からあるよね。これは1、1とか2、2で出てしまえば、引き算した時に差が0になる。で、当然、1の時もあります。2の時もあります。3の時もあって、4。で、5の時があるよね。1、6で出たら5はなる。でも、差が6はないじゃんか。6、0ってないから、サイコロに。つまり、パターンとしては、0、1、2、3、4、5のこの6パターンしかない。で、全部並べて、閉じて、計1と書きます。で、あとは、ここに、それぞれの確率を書くんです。ちょっと伸ばそうか。それぞれの確率。つまり、差が0になるときって何分の何 ?1 になるとき何分の何っていうのを全部計算する。ちょっとめんどくさいんですから、確率分布に関しては。中学校のときっていうのは、2つのサイコロ同時に投げました。出る目の差が3のときを求めなさいみたいな。ここだけ求めろっていう感じだったんですけど、確率分布に関しては全部です。分布だからね、どういう風に出てるのっていう確率を全部書く感じ。でちょっとね、今日外が雨なんで雨粒の音入ったらごめんね。ポツポツ言ってるかもしれないですけど。で、あとはもう中学校の知識なので、まず2つのサイコロの問題だから分母は絶対に36です。で、これですね、確率分布を書くときには約分しなくて大丈夫です。だから全部下共通で36にしてください。こうやってね。で、個人的には両サイドからやっていった方がいいです。これ絶対ではないですけど、真ん中に行けば行くほど、分子が増えます。数えるのが大変になるので、両サイドから始めていくと楽だったりする。例えば、0になるときっていうのは、さっき言ったように、11,22,33,44,55,66 のペアしかないんです、絶対に。だから、6通りしかないんで、36分の6ってわかる。で、今度右端行きましょうか。差が5になるとき。これは1、6のペアと6、1のペアしかないので、分子は2になります。で、あとはどっから行ってもいいっす。もう任せます。ちなみに、最後の1つっていうのはズルで解くことができるので、あと3つ埋めてください。これどっから行こうか。じゃあ、右から行く?なんか右の方が数少ないからね。少ない可能性があるね。
じゃあ差が4になるとき、まあ、これ書き出すしかないね。4だから、1、5、2、6、で、3はないか。だからその逆かと。5、1と、これね、6、2。この4パターンのみになるから、分子は4。じゃあ次3のとき5か。3は、1、4、2、5、3、6。その逆パターンだから、6通りみたいな感じでやってってください。じゃあ2のときもいこうか。1、3、2、4、3、5、4、6。それの逆パターンもあるから、全部で8通り。で、もちろん全部ね、この1の時も数えてもいいんですけど、今、確率っていうのは、絶対に全部合計したら1になります。絶対です、これは。つまり、1っていうのは36分の36だから、分子を足したら36になんなきゃいけない。で、今この時点で、10、20、26出てる。ってことは、ここ10だよね。にならないと36分の36にならないからさ。ってやってもいいです。これ時間短縮で使います。ただし、これをちゃんとね、例えばこの確率分布の問題が苦手やったり、ちょっと確率が自信ないなと思う方なんかは、ここもしっかり数えます。今のズルを、ズルっていうかね、あれを技を使わないで。で、全部書き上げた後に分子足してみるの。で、16、24、30、あ、36なってる、OKOK、じゃあ合ってるかな、みたいな。もし数え上げて全部足してみた時に36分の34になってしまったり、37になってしまったり、そしたら絶対どっか間違ってるから。っていう風にやってもいいんです。これどっちのパターン取ってもいいんですけど、時間短縮したければ最後の1個をその分子から引いてみたいな感じでやるといいです。で、ちなみに今こんな表書き上げましたけど、これが答えなんです。確率分布なんで。これが答え。表はね。これで終了となります。で、次に確率求めます。まあ、P ね、確率のことなんですけど、で、こういう風に書かれることが多い。これは、X が3以上4以下。つまり、3と4の時の確率を求めなさいっていう。これは、3と4をそれぞれ出すんではなくて、3と4を合わせてほしいの。で、今、3と4も分かってるじゃん、ここに。だから、暗算でもできるんですけど、これとこれを足せばいいので、36分の6プラス36分の4。で、ここは約分します。ちゃんといつも通りね。で、2で約分して、18分の5と。ね、これで終了となります。まあ、こんな感じです。だからここはね、中学校で解けるって言ったのは、2個のサイコロを同時に投げるってもろに中学校でやってる問題なので、ここは出せるはずなの。あとは確率分布のこの書き方だけ覚えてもらえれば大丈夫です。で、次、コインですね。まあ、3枚のコインも中学校でやってるので、で、同時に投げると。で、表の出る枚数を y とします。で、今回は y の確率分布求めるんですけど、まず、まあ、y ですよね。で、引きましょうか。で、確率は p です。で、さっきと同じく、パターンを全部書き上げます。小さい方の数字から書いてね、順番にね。で、3枚ポッて投げてるからさ、表のが全部、全部裏が出ることもあり得るので、全部出てこない0の時、表が。表が1の時、2の時、全部表だったら3も出る。でも4はないよね。だから、ここまででストップ。で、止めて、計1と書いておきます。また、短かった。こんな感じね。で、あとはそれぞれの確率を出しに行きます。で、コインの問題なので、まあ、樹形図を全部書いてもらっても構わないですし、まあ、得意な子なんかはね、3枚のコインって言ったら、もう分母が8って決まってるので、全部8分のと書きます。まあ、不安な方は樹形図書いてください。例えば、表裏なので、表スタート。コインっていうのは枝が絶対2本の、樹形図になるから、こうやってね、表裏の。これ3枚分、表裏。で、あともう一個裏のパターンだね。表、裏と、表裏。まあ、これが樹形図です。で、1、2、3、4、5、6、7、8の8通りだから8分の、みたいな。
で、0っていうのは全部裏だから、ここのルート1箇所しかないんで、8分の1。3枚っていうのは全部表だから、ここしかないので、8分の1。で、あとは、まあ、それ書いた後でも構わないんですけど、表が1枚はどこかな、表が2枚はどこかなって探すと、これ3つずつなんで、こうやって。なので、これで確率分布終了となります。で、確率分布、必ず、確実にね、かけておけば、こっちの確率を求める問題はどうってことないので、今回は y が1と2、1以上2か。つまり1と2の時ね、を足したいので、こことここです。を足せばいいから、8分の3プラス8分の3。で、8分の6。で、こっちは約分が絶対なので、4分の3と。なって、これで終了となります。いいかな？まずこれが確率分布です。これね。をぜひ今回ね、覚えてください。では、今回は高校数学数 B の確率分布と確率変数丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回丸2でまた同じような問題やっていくんですけど、ちょっとこの確率を出すのが難しい問題を次回やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。